どうも、タバタブラザーです。兄の吉です。甲子園49代表校が決定しました。全国高校球児の皆さん、甲子園出場おめでとうございます。あ、すごかったですね。熱戦熱戦。今回起きた熱戦の振り返りとかをちょっとしていきたいなと思います。各都道府県でたくさんのゲームが行われて、たくさんのね、感動が生まれた、そういう試合になってたんじゃないかなと僕は思っておりまして、どの甲子園出てるチームも、地方大会を勝ち切ってきましたからね。まあ注目校とか全校診断とか各チームの評価、ちょっとね雑誌さん皆様が先に出してほしいんですよ。基本的に僕雑誌より俺の方がすごいだろっていうスタイルでやりたいので、ちょっとね雑誌がアホな見解をしてほしいって思ってる自分もいてるから、後出しでちょっとやりたいんですよね。先出ししちゃうと雑誌が僕のパクリ出したらちょっとおもんないでしょう、その可能性大いにあるし、関係者の方がたくさんね、ちょっとほんまにね、僕自分で言うのもなんですけど、ちょっと高校野球インフルエンサーとしておそらく一番数字持ってるので、たくさんの関係者が見られてます。 なのでね、その自覚を持ちながら、あの高校はヘボイとか、あのピッチャーカスヤとか言っていきます。冗談ですよ。そんな今まで言ってませんからね。はい、今まで言ってませんから、そういうのは言わないんですけど、今回はね、パッて思いつく素晴らしい試合をちょっと言っていこう。みんな高校野球好きだろ。でね、コメントねちょっと返しきれてはないんですけど、毎日ね約300件ぐらいは返信していってますので、皆さんもね僕のコメントの返事、お待ちください。全てのコメントに必ず僕が全部返信します。どんだけコメント来ても何年かかっても全部返しますんで、そのスタイルでやらせていただいてます。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。もうパッて思いつくのは申し訳ないんですけど、関東になっちゃって申し訳ないけど、花咲徳栄、健大高崎、これやばかったよな。何あれ、なんなんあの試合はマジで。でも決勝戦だけで言うとやっぱ花咲徳栄、これはちょっと翔平なんしとんねん。これはすごい試合やったよ。9回タイブレークまで行きまして、11対9で花咲徳栄勝ったんですけど、いやーちょっとねすごかったよこれ。いやリアタイはできてないんですけど、リアタイ、あ、すいません、リアルタイムと略させていただいてます。リアルタイムで見てたかどうかっていう話なんですけど、見てなかったんですけど、すごいわこれ。ちょっと今日すいません、すごいわっていうことを言っていくので、何がすごいかとか言えませんけど、ね、そういう試合ありました。健大高崎もね、前橋育英に追い詰められたりだとか、個人的にベストゲームは東海大相模と横浜、この試合も良かったな。なんかね1年生下級生の勢いと3年生の意地っていうところも見えたし、結局やっぱその1年生軍団を引っ張っていたのが、サイクルヒットを放った横浜のねキャプテンじゃん、横浜のね、椎木君っていう3年生の子なんだけど、いやー美しかったっすね、見ててね。清和学園対、仙台育英の試合、こちらもね清和学園が仙台育英にもう全然勝たれへんかったよ。全然勝たれへんのに、この夏の大会で大まくりしてきたということで、清和学園なんてだって春の大会で仙台育英にコールド負けしてるからね、そこから巻き返して19安打放って仙台育英に勝利するっていう素晴らしいチームでしたよね。であとはね、僕が結構注目している勝ち方をしたのは早稲田実業とかね、これはちょっと僕は高評価させてもらいます。春の成績全くでした、はい、秋も全然でした。でも夏は、早稲田実業対日大三高、この試合エグかったよ。
うん、いや俺これリアタイできひんかったん悔やむんですけどね。どっちが勝ってもおかしくない意地と意地の伝統校の意地みたいな試合を見させてもらったし、おそらくね、早稲田実業と日大さんじゃないとこういう試合はできてないんですよねっていうところも見てて、うわーこれすげーなーって思いました。はい、自分の想像は超えてきてました。鳥取城北めちゃくちゃいい試合してました。9回裏大逆転かな。これは甲子園でも絶対来るでしょう。ちょっと山口県から、下関国際を倒した南陽工業ですね。僕はちょっと下関国際にかなり注目していたのでこうやって名前を取り上げれるんですけど、まさか勝つとはね。あの下関国際厳しいで有名なところにね、南陽勝ってきたんで、ちょっと僕は甲子園でも南陽はね低い評価つけれないかなと思って見ています。で、あとはね、栃木県、僕が結構注目してる強いチームと言わせてもらい、強い地域と言わせてもらいました。なぜかと言いますと、栃木県は、じゃあ秋の関東大会王者作新学園、春の関東王者白鴎大足利がいてて、両チーム負けて、じゃあみんな100人おったら80人ぐらいが國學院栃木が絶対来るだろうと思ってたところを、夏初出場の石橋高校が9対8のね勝利して、甲子園出てくるんですけど、栃木がねやっぱ僕はレベル高いって判断させてもらってるんで、石橋自体は僕まあ少し見させていただきましたが、そんなやね正直ないてないけど、目に見えないチーム力の強さ、あと地域レベルの強さが僕は甲子園でも後押ししてくれるんじゃないかなと思って期待しております。と大阪桐蔭より高評価してます。はい、強豪校でいうとね、どうだろう、一番強い勝ち方したんは神村学園かな。鹿児島大会圧勝ですね。で、中京大中京愛知もかなりいい試合してました。東邦高校に6対2か7対2ぐらいでね、まあ完勝でも、愛知でいうと中京大中京はこの夏まではずっと愛知で優勝とかしてないからね、ずっとこう耐えてきて夏バチーンってこうハマってきたっていう、俺はこういう中京大中京っていうのはほんまに強いと思ってるんで期待しております。あとはね、あれ関東一の試合触れたっけ、まだか、関東一対帝京の試合、帝京えぐいね、バッティングえぐいよ。帝京はねやっぱね、もう5点差開かないとセーフティーリードとは言えないねっていうぐらいの試合で、関東一高が全体的な野球のうまさで勝ったっていう感じ。注目選手バッティングっていうカウントに関してはやはり帝京の方が良かったけど、守備とか走塁そういう部分で関東一高が上回りました。はい、で関東一高も僕春から注目していて、春とか春の大会って完封負けしてるんですよね。で選手はめちゃくちゃいいのに、なんでこんな負けからすんねんと、ほんでもっとちゃんと打たせろっていう話を多分してたんですよ。なんかね、低反発バットやからっつってコチンコチンってやっててん、ずっとな、そんなんじゃないねんと、もっと打たせろっていうことを言ってて、まあ僕の声が届いたのかどうか分かりませんが、帝京に打ち勝てるほどの打力でしたね。まあでもね、この試合はね、帝京のエラーが確か5エラーぐらいあったんかな。見えに見えないエラー合わせたら多分ね10個ぐらいあるわ。うん、エラー勝ちしてるから素直に評価はできないんですけど、関東一高が僕は変わったなって思う試合は芝高校との準々決勝ぐらいの試合かな。多分ね、この動画見てくれてる人はみんな詳しいから知ってると思うねんけど、この試合をぜひ皆さんももう一度振り返ってほしいな。関東一高が、土壇場もう追い込まれたんですよ。土俵際まで追い込まれて、なんとか1点取ってそこから、勝利したんですけど、これの試合見て僕は関東一高が春とは別チームになってるって判断したんですけど、まあ、その動画が、この動画より先に上がってるかどうかは分かりませんが、はい、撮影してはいるんですけどね。はい、というわけで、全国のね、素晴らしい試合たくさん振り返っていきました。
あ、近畿触れてないな。大阪桐蔭ピッチャーすごいですね、報徳ピッチャーすごいですね、京都国際、これはちょっと近畿でもズバ抜けてるかな、やっぱりね。まあだから近畿で勝ち抜けるとすれば京都国際に僕は期待しております。まあそんな感じでね、たくさん振り返っていきましたが、皆さんもね、どれぐらい試合を見て、どれぐらいの高校に期待しているとか、コメントでぜひ教えてください。あの試合はすごかったなども、おそらくね、多分僕ほとんどの試合は毎日チェックしていたので、話せる内容はあると思うんでね、また話せ足りてない部分は、連日僕が時間空き次第 YouTube ライブを夜10時頃から、やらせていただいてます。ぜひそちらの方も参加お願いします。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。